人々が明治公園に集まって声を上げているんでしょうか。でも飛んでからこんなことになるよりいいですよね。飛ぶ前の方がね。怖い怖い怖い。燃料が気化するのを待っています。そうです。気化なかったことにしよう。あ、うまいです。あ、なるほど、奥が深い。もうこの東京ヘリポートから一体何度この報道ヘリの会、正しい報道ヘリの会、このデモ集会を撮影するために何度ここから飛び立ったことでしょうか。東京の湾岸地域にあるこの東京ヘリポートから
我々正しい報道ヘリの会、もう何度目になるでしょうか。市民がたくさん集まるデモ、そして集会、この取材のためにこのヘリポートから何度も何度も我々は飛び立ってきました。どうしてこのような報道ヘリの会が立ち上がったのか。それはマスコミが自分たちの既得権益に優しい報道しか続けないからです。例えば中国の官邸でも反日体制が、反日の勢力が強まっているというような官邸でも、100人規模、1000人規模のデモでも大々的に取り上げるのにもかかわらず、自国この国で行われるデモに関しては1万人集まろうが6万人集まろうが10万人集まろうがほとんど触れられることがない。そのような報道の姿勢、メディアの姿勢に憤りを感じた心あるジャーナリスト、そして報道マンたちがみんな集結して、この正しい報道ヘリの会結成されました。広瀬隆さんの呼びかけにより皆さんの寄付が集まり、そしてこのようにヘリを飛ばすことができます。今日3月9日明治公園で 3.11 から2年目を迎えての集会が開かれています。最高のお天気です。本当に春がやってきたんだと感じるような天気が、今日3月9日最高のデモ日和なんて言いたくないです。デモなんてできればしたくない、集会なんてしたくない、自分のために時間を使いたい。けれども今みんなで集まって声を上げなければどうしようもないところに来ている。そして今諦めることはできないんだという市民の人々がおそらくたくさん明治公園には集まっていると思われます。レインボーブリッジを左手に見ながら、そしてなかなか本当のことを流さない、まるでもう原発事故は終わったんだ、そして津波地震の被害に遭った人々も救われたんだというような姿勢でしか報道がされない、そのようなテレビ局がたくさん立ち並ぶのがこの湾岸地域です。フジテレビ、そして日本テレビ、事故はまだ収束していない。そればかりでなく、この東京も汚染地であるということも隠し続けています。同心円状にくくられた30キロそして20キロ、そこにしか汚染がないかのように振る舞い続ける日本政府。そればかりでなく、原発の被害者は福島、そのキーワードにしかくくられていません。とんでもない大嘘です。この度起こった原発事故、東電原発事故、その被害は東日本一帯に広がっています。東京タワーを真横を今通ろうとしています。東京タワー一帯、東京タワーから数々の報道の電波が受け取られ、皆様の家へと電波が届けられるわけですが、この偏向報道だらけの電波を今もここでキャッチし、皆さんのお宅に届けているわけです。今右手に見えるのが皇居ですね。そう、この東電原発事故によってこの皇居も汚染されました。それは隠しようのない事実です。北の丸公園も9万ベクレルを超す土壌汚染が見つかっています。この汚染地東京にもオリンピックを呼ぼうじゃないかという、本当に冗談みたいな今運動が行われています。汚染地東京にオリンピックを招致しよう。そればかりでなく、収束の終わっていない福島原発、そして収束の仕方もわからない福島原発、今も原発作業員が命をかけて命を削りながら、なんとか今この状況を保ってくれているにもかかわらず、
まるで原発事故が終わったかのようなふりを続け、そしてその背中を押すために東京にもオリンピックを招致しようとしています。一体それによって誰が得をするのか。世界中からこのリスクある日本に、地震活動期の日本に、原発の安全性はデタラメの日本に、そして収束もしていない原発、今も毎時1000万ベクレルの汚染物質を空に撒き続け、そして海にも垂れ流し続ける、そのような国で、そして汚染が高濃度に汚染されている、土壌汚染が見つかっているこの東京でオリンピックをやるという寝言を吐き続けている利権集団がいます。さあ今見えてきました、球場の横にある明治公園。ここにまだ事故は終わっていないんだ、風化していないんだ、そして福島の人々は誰も救われていないんだ、そして今の政権は合法的には選ばれていない、東京高裁も判決を出しました、一票の格差という意味で違憲であると、先の衆議院選挙では違憲であるということがはっきりしました。それでも今代表に選ばれた、そして自民党政権になった安倍総理は、我々の声を聞くどころか、原発はまだまだ必要だと、新規も含めてまだまだやっていく気だと、そればかりでなく TPP にも参加を表明するというような状況です。来週中にも TPP に参加を表明する、そのような状況です。一体どういうことなのか。選挙の時には全国的に自民党は TPP には参加をしない、 TPP いらないというようなことを全国的に展開してきました。自民党の200名以上の議員たちは TPP に反対と言いながら当選をしたにもかかわらず、今 TPP に参加するというこの安倍政権に対してどうして大きな声を上げないのでしょうか。政権に一任してほしい、そのような寝言が聞き入れられるのでしょうか。 TPP に参加してしまえば、農業問題はもちろんですが、21業種にわたる不平等条約、医療が壊される、国民健康保険が潰される、保険に入っていなければ医療を受けられない、貧乏人は死ね、そのような状況が当たり前のようなアメリカのような世の中が今日本に訪れようとしています。歯を抜くのに100万円、盲腸を切るのに200万円、救急車を呼んでも救急車に乗れるような保険に入っていなければ救急隊員が帰ってしまう、そのようなとんでもない世の中が今日本に訪れようとしています。雇用の問題でもそうです。今あなたの仕事が奪われるかもしれない、全ての障壁を取り除こう、フリーのやり取りをしようじゃないか、そのような響きのいい言葉だけに踊らされ、そして安倍政権万歳、景気が良くなったのは誰だけなのか、景気が良くなったのは一部の企業だけではないか、この後インフレが訪れ、給料は上がらずに物価が上がる、このような状況になって誰が喜ぶんだ、庶民のためには一切なっていない、そう声を上げ続ける人々が今明治公園に集まっています。もちろん2011年の9月にこの明治公園からあふれんばかりに集まった人々と比べれば少し人が減ったようにも思いますけれども、今この3月9日事故から2年経って、地震津波から2年経って、まだまだ風化していないんだ、誰も救われていないんだというこの状況、大きく声を上げる人々がこれだけ集まっています。今ここでこのような集まりができるのも本当にただのラッキーではないでしょうか。今この瞬間に大きな地震が来て、同じような過酷事故が起こる可能性もあるわけです。それは5分後かもしれない、1時間後かもしれない、1年後かもしれない、ただ今日このようにみんなで集まれるのはラッキーである、本当にラッキーの上に成り立っているということをどれぐらいの人々が認識しているのか。
今我々がこのラッキーの上に成り立っている日常を送り続けていられるのは、原発で命を削りながら、東電原発で命を削りながら、劣悪な労働環境の中で働いてくれている人たち、収束作業員の人たちがいるからです。けれども東電はこの原発作業員の被爆記録を提出していません。しかも2万人分です。どれぐらいの人々が、一人一人の労働者がどれぐらいの被爆を受けて、そのような管理をされて、初めて健康状態を目で見て分かるようにされて、初めて成り立つこの被爆労働なのにもかかわらず、この管理を一切しない、被爆記録を提出しないというような非人道的なことが東電が先頭を切ってやっています。要はそれぞれの被爆限度を超えるようなことになってしまえば、その現場で働く駒がいなくなってしまう、そのような一人一人の命を駒扱いする、本当にこのような状況が当たり前のように行われていたわけです。2万人分も、信じられないような状況です。結局この被爆の現場も、そして日常的に犠牲を強いられるのも、社会的に弱い立場の人々、そういう人たちに押し付けられる、そのような犠牲のシステムが今も当たり前のように行われている世の中です。このことに声を上げ続けるのも、この明治公園に集まっている人々だと思います。安倍政権が行っているのは、この不平等条約、アメリカのケツをなめる TPP の参加だけではありません。オスプレイもその一つです。アメリカではニューメキシコで飛行訓練が中止され、その飛行訓練が中止されたのも住民たちの大きな反対があったからです。日本はアメリカのもう一つの州ではありません。もう一つの州であるニューメキシコでは住民運動が行われて、そして飛行訓練が取りやめになった。でも日本ではどうでしょうか。取りやめるどころか、沖縄、岩国に配備され、そしてそれだけではなく、本州でも四国でも日本中を飛び回ることが許されるようになっていってしまいます。今の時点でもう四国上空を飛びました。それがオスプレイ。それだけではなく、これからおそらくオレンジルート、イエロールートなるものの、いろいろな日本中を飛び回ることになるこのオスプレイ、誰も歓迎していない未亡人製造機と言われるこのオスプレイが全国中を飛び回ることは許されない。アメリカで許されないものがどうして日本で許されるのか。アメリカで、ハワイでは2つの空港で出入りが禁止になっているこのオスプレイが、沖縄で配備され、岩国でも配備される。そればかりではなく、日本国中広く飛び回ることが許されるこのオスプレイ、オレンジラインと言われる四国ではもうすでにもう飛行訓練がされた。そればかりではなく、これから九州に設定されたイエロールート、これは福岡にも大分にも熊本にも宮崎にも飛んでくる。しかもその高度というのは低空飛行で150メートルまで許されると言います。どういうことなんでしょうか。今我々は高度報道ヘリの会の報道ヘリの会の我々のこのヘリは高度300メートル、この300メートル以下の高度飛ぶことは許されません。これはルールです。けれども未亡人製造機と言われるこのオスプレイは150メートルもの低空を飛ぶことを許されている。このような欠陥機が日本国中、それほど低い高度を飛ぶことを許される、一体どういうことなんでしょうか。本当に許せない、バカ言ってんじゃないって話です。 TPP だけじゃなく、オスプレイだけじゃなく、どこまでもアメリカに従い続ける安倍政権、何が一体保守なのか、何を保つのか、何を守るのか、保守という名前を名乗らないでいただきたい。肩払いたいとはこのことです。一体誰の利益を守るのか、
誰の利益を保つのか、今やっている安倍政権のやり方というのはもう中米保守、保守という名前も使っていただきたくない。何が保守だ、アメリカの言いなりじゃないか、それが安倍政権です。ネットの中で思想をいろいろぶつけ合う人たちもいます。ネット右翼と言われる人たちもいます。その中でも安倍政権万歳と言われる方々もいます。でもしっかりと今安倍政権がやっていることを見つめれば、それはこの日本を売り飛ばす行為に他ならないということはもうはっきりしている。一度乗っかればもう抜けられない。先に乗っかっていった9カ国が一致しなければ抜けることも許されない。とにかく今この TPP というバスに乗らなければ、これに乗り遅れたら大変なことになる。とんでもない。 TPP はもうすでに発進しているんです。この発進したバスに追いかけて飛び乗って、その行き先は一体何なのか。よ、今現在この周辺を飛んでるヘリ何台くらいですか？現在この明治公園周辺を飛んでいるヘリは我々正しい報道ヘリの会のヘリと、そしてもう一機、しかしもう一機のヘリはどこのヘリかは確認できません。報道系のヘリなんですかね、あれ。キャプテン、あれはどこかの報道のヘリですか？今この状況では確認できないという答えがキャプテンから返ってきました。アメリカ国内で飛行が禁止されている、アメリカ国内の一部で住民運動が激しく起こり、そして飛行が禁止されることになったオスプレイ、そしてハワイの2つの空港でも受け入れが禁止になったオスプレイ、けれどもこの日本では沖縄、岩国に配備され、そして日本全国を飛ぶことが許されています。しかもその高度は我々が今飔んでいる300メートル、これはこのヘリコプターが飛べる高度のルールなんですが、それを下回る150メートル、150メートルもの低空飛行が欠陥機である未亡人製造機であるオスプレイには許されている。アメリカの州では住民運動が盛んに行われればそれが認められる、けれどもこの日本ではそれが認められない。日本全国を飛び回ることが許される。それだけでもう日本はアメリカのもう一つの州ではなく、もうすでに植民地であるということを安倍政権が強く前に押し出しました。そのような状況にどうして保守と言われる人々は怒りを示さないのか、そしてどうしてこの国を愛する愛国者と名乗る人々は、国主と自身が名乗る人々はどうして怒りの声を上げないのか。安倍政権が保守であり、そして強い日本を取り戻す、美しい国を取り戻すという寒々しい言葉を連呼するのことに肩腹痛いとどうして声を上げないのか。本当に不思議な状況が続いています。そしてこの安倍政権を後押ししているのが経済界であり、産業界であり、そしてメディアであるわけです。本当に冗談のような報道が毎日毎日繰り返される。安倍政権が最高の支持率を叩き出した、冗談じゃない。一体どこからそんな声が聞こえてきたのか。メディアが流し続ける偏向報道、これによって本当に間違った方向にたくさんの誘導が行われました。先の衆議院選でもそうでした。毎日毎日行われるこの偏向報道に対し、あまり深く物事を追わない人々はそんなもんなのかもしれない。耳心地のいい言葉をたくさん投げかけてくれる。そして具体的なことは何一つ言わず、号令のように美しい国取り戻す、取り戻す、日本を取り戻す、
そのようなわけのわからない言葉とともに、みんな心を踊らされ、そして投票さえも誘導されてしまいました。メディアはこの TPP に関しても推進論者の言葉をたくさん汲み取りますが、反対論者の言葉はあまり汲み取らない。今日本が直面しているそこにある危機というものはほとんど報道を通しては聞こえてこない、そのような状態にされています。事故は収束して、そして福島の人々は救われ、そして東日本からも汚染がなくなり、そして元の日本に本当に戻っているんでしょうか、取り戻せたのでしょうか。とんでもない、そんな口先だけのイメージだけの日本なんて必要がない。今必要なのは地震、津波で全てを奪われた人々、それだけではなくこの原発震災で全てを奪われた東日本、広い範囲にわたって今までの生活を奪われた人たちに対する補償、賠償ではないでしょうか。福島の県民管理調査の検討チーム、先日13日に甲状腺の検査を行った38,000114人のうちに3人の子どもが甲状腺がんであることが3人の子どもが甲状腺がんであることがはっきりとしました。そしてこのほかにも細胞診断で7人が悪性または悪性の疑いであることも明らかになった。もともと100万人に1人か2人程度とされている子どもの甲状腺がんなのに、その甲状腺がんが3万8000人のうち3人、そして悪性の疑いがある子どもたちが7人、この数値は一体どういうことなんだという話なんです。アワープラネット TV でも先日取材がされました。この疫学を専門とされている岡山大学の大学院津田教授にお話を伺ったところ、アワープラネット TV がお話を伺ったところ、比較的稀な病気がある一定のエリア、この時間に3例も集積するというのは多発とするのが疫学の世界では常識だとおっしゃっていました。アープラネット TV の取材によると、疫学の専門家に聞いたところによると、この100万人に1人と言われるような病気のところに3例出てきたというだけでも、多発という言葉が使われてもいいと、今起こっていることは異常であるということを示しているんです。疫学上にも異常である、多発であるということがはっきりしている。なのに今国がやっていることはどういうことなのか、そしてこの健康調査に関わっている者たちがやろうとしていることは一体どういうことなのか、福島の子どもたちに対する甲状腺検査の短縮を検討しようじゃないかというのが規制委員会、彼らの考えです。短縮する、この意味が持つのは何なのか、もういいじゃないか、もうそろそろやめにしようじゃないか、これ以上追い続ければはっきりしたことが出続ける、だからやめようじゃないかということが規制委員会の姿勢なわけです。このようなメディアが流し続ける嘘、そして国が今この国が命を切り捨てようとするその姿勢に対し、この明治公園に皆さん集まって声を上げようとしています。明治公園、だんだんと人が集まってきましたね。先ほどよりも人数が増えてきたように思います。先ほどはこのヘリが明治公園に到達した頃よりも密度がかなり濃くなってきたという印象です。
少し興奮気味にリポートをお送りしていて、話が飛んでしまったりしている部分があるかもしれません。お聞き苦しいところがあったら申し訳ございません。この事故から2年、地震から2年経って、一体世の中はどんな方向に向かっているか、毎日毎日絶望を感じるようなニュースにはこと書かない毎日、希望が見えるようなことは何一つないような毎日ですけれども、希望をたった一つ見出すとするならば、ここに集まっている人々、そして今も何も変わってはいない、風化するなんてとんでもない、何も終わっちゃいないんだ、今こうしている間にもまた新たな事故が起こりかねないんだ、そればかりでなく4号機の倒壊も今起こるかもしれない、そのような局面に我々は立っているんだ、そうしている間にも被爆させられ続けている子どもたちがいるんだ、そう声を上げる人々がここ東京にもこれだけの数がいるわけです。そして今日全国的に声を上げているところは本当にたくさんあります。北は北海道、南は沖縄まで、数々の人々が今このままじゃダメなんだという人々が全国的に声を上げています。その全国的な人々を集めれば、一体何万人、何十万人の人々が声を上げていることになるんでしょうか。この汚染地東京にもこれだけの人々が集まるんです。東京は汚染されていない、そのようなことは寝言に過ぎません。放射線防護服が必要な地域というものはそれぞれの地域にあります。ここ東京も例外ではありません。私山本太郎が立候補した杉並区にもそのような場所がありました。汚染地、どれぐらいの汚染がこの東京に存在しているのか、まずそこを知ることが大事です。細かな汚染状況を国が、行政がはっきりさせることが大事なんだと思いますけれども、そんなことをするはずがありません。そんなことをすれば事故の矮小化というこの今やっている日本政府と真逆の方向に行ってしまいます。石原イズムをそのまま継承した猪瀬東京都知事、猪瀬東京都知事が東京都内のはっきりとした汚染地図を作るわけがありません。文部科学省が発表した航空モニタリング、高いところからモニタリング調査をした、その中にも確実に放射線防護服が必要な地域が存在します。ここ明治公園はどうなんでしょうか。どれぐらいの汚染度があるんでしょうか。そして明日3月10日に行われる国会前、悪の巣窟、国会で行われるその前で大きな声を上げられるその周辺の汚染度はどれぐらいなんでしょうか。東京で大きな声を上げることは、東京に住めるということを大きな声で東京も住めるんだ、東京はまだまだ大丈夫なんだということにならないかという心配の声も聞かれますけれども、汚染地東京でも声を上げることが必要なんだ。今首都とされる人口が最も多いこの地域で大きな声を上げる必要があるんだ、そう思われる方が今明治公園にこれだけ集まっています。今何機空飛んでますか。現在正しい報道ヘリの回を含め3機のヘリが今上空を飛んでいます。一体報道のヘリなんでしょうか、どこのヘリなんでしょうか、全く確認することはできません。今空の上から写真、これをフィルムに収め、そしてこれをデータに焼き付けている報道が少なからずいるはずなんです。中国で行われる反日デモ、数百人単位の反日デモに関しては何分も時間を取ってテレビでは報道されますが、この万人単位、おそらく2011年よりかは数は落ちているとは思われますけれども、これは数万人単位と言ってもいいと思います。3万人、4万人でしょうか、分かりません。日本野鳥の会ではないので分かりませんが、3万人、4万人は集まっていることは確実だと思われます。
2011年の6万人には及ばないにも及ばないことは確実だとは思われますが、けれども今集まっている人々は3万人、4万人を超える人々が明治公園に今集結しています。どうか首都圏でデモをするときにはそれぞれが防御できるようなゴーグルであったり、そして N95 であったり N100 というマスクを着用していただきたい。今花粉についているセシウムは9万ベクレル、1キログラムあたり9万ベクレルという汚染が見つかっているということはもう林野庁から発表されています。この東京にも花粉は飛んできています。 PM2.5 というものが中国から大陸から大量に寄せているというメディアでの報道がありますが、例年通りらしいです。例年通りの汚染物質の到来も PM2.5 はものすごく押し寄せているんだと、とんでもない量が押し寄せているというような報道がなされていますが、その一方放射性物質、福島の東電原発から流れ込む毎時1000万ベクレル、1日2億4000万ベクレルの汚染に関しては全くのノータッチ、そのことに関しては全く防御するべきだという声はメディアからは一切聞こえません。原発に参加する電力会社だけではなく、三菱、日立、東芝などの電機メーカー、そればかりでなくメガバンクであり、そして大手建設会社であり、そして保険会社であり、そして鉄鋼であり、数々のこの国の産業構造そのものであるこの原発産業、この原発マフィアに対してこの原発の利権を諦めきれない利権集団、既得権益に対してメディアはそのケツを舐め続けています。そして目の前のお金を回収するために我々に対して命にとってリスクがあるようなことでも一切流しません。中国からの汚染物質もあるでしょう。確かに毎年毎年大陸からは黄砂とともにいろんなものが流れてきています。けれども今我が国で垂れ流されている大量の放射性物質に対してはスルーです。どうか皆さん、東京で汚染地東京でも、そして首都圏でも抗議行動に参加される皆さん、東日本一帯に汚染があるということを忘れないでください。そしてそこから動けないということは誰も否定はしない。一人一人が選ぶことである。けれども最大の防御方法を持ってそこで暮らすことを決意してほしい。今毎日のように焼却されている日常的の下水から作られた汚泥であるとか、そのようなものも毎日毎日焼却されているわけです。福島の東電原発から垂れ流されるものだけではなく、日常的に燃やされている焼却炉からの数々のガス状になったもの、このようなものからも自分自身の体を守らなければいけない。そして汚染度のわからない場所で行われる抗議行動、そこに参加するなとは言いません。けれどもそこに参加するときには自分自身しっかりとした防御策を持って参加していただきたい。もうはっきりと言ってしまうと、今このままこの権力と対峙をし続けてデモをし続けることが、そして相手の土俵に乗って裁判を続けることが、そして相手の土俵に乗って相手の戦い方に乗って選挙を続けることが本当に一番の大きな戦い方なのか、そのような疑問さえも湧いてきてしまうような日常です。本当はこの権力側が一番嫌がる、そしてこの既得権益側が一番嫌がる方法、それは人口の流出です。人口の流出によってたくさんの税収が失われる。そして我々は自分の手で電気も作れるんだ、そして自分たちの手で食料も作れるんだ、何者にも頼ることなく自分たちで自給自足できるんだ、そのようなことを示すことが今この
我々に無慈悲に全ての不条理を押し付けてくれる権力側に対する唯一の対抗手段なんじゃないかと、そのようにも考えてしまうわけです。けれども今できることは何だ、そう思った時に3月9日に明治公園で集会がある。ここで自分も声を上げる一人になりたい。そのようなシンプルな思いで今ここにたくさんの人々が集まっています。そして明日3月10日国会議事堂前にもたくさんの人々が足を運ぶんでしょう。一体どうすれば今の世の中を変えられるのか、本当にたくさんの人たちがこのことについて悩み続けていることだと思います。でも衆議院ではっきりしたこと、衆議院選挙ではっきりしたこと、それはマスコミが全勢力を注いでたくさんの意識の今気づけていない意識のない人々を大きく誘導させることができるということです。自民、民主、維新、公明、みんなの党、その数少ない政党しか存在しないかのような偏向報道を衆議院の解散前から垂れ流し続けました。そして解散後もそうです。そして選挙結果はメディアが垂れ流す偏向報道そのまんまの結果になってしまいました。そのような状況の中で今国民投票というチョイスがクローズアップされていますが、とんでもない。国民投票なんてさせてしまえば思うツボじゃないですか。報道はどれぐらいの力を持って偏向報道を続けると思いますか。メディアが持つ圧倒的な力、これを見せつけられたのが衆議院選挙だったじゃないですか。投票になれば平等に扱われるなんてとんでもない話です。一方的な一方的な情報しか流さない、それがメディアなんです。今国民投票をしてどのような結果が生まれるのかはもう明らかだ。国民投票といえば民主主義的な響きもあり、なんか胸が躍る、心が躍るような雰囲気がありますが、とんでもない。今国民投票なんてことが行われてしまえば メディアや権力側の思うツボです。今行うべきことは何なのか、一人一人がもう一度考え直さなければいけない、そのような局面です。事故から2年、このままじゃもうこの国は終わってしまう。東日本だけが終わる話じゃない。全国には放射性物質、放射性瓦礫、しかも放射性物質だけではなく数々の化学物質、そして重金属含まれたそのような瓦礫が日常的に燃やされています。大阪、北九州、静岡、富山、アスベストも六化クロムもヒ素も数々の数えきれないそのような有害物質、そればかりでなく農薬まで混ざってしまった、いろんな農薬が混ざったそのようなものを焼却処理して害がないわけがありません。そのようなものを全国的に広めていき、それ以上に高濃度に汚染されたものを全国に引き入れるための下地作りが行われているんです。そればかりでなく我々に与えられた食品の安全基準狂っています。皆さん今日食べた朝ごはん安全でしたか。この集会に集まる前に食べた昼ごはん、今テレビを見ながら食べている夜ごはん、皆さん安全でしょうか。とんでもない。この国が与えている食品の安全基準は1キロあたり100ベクレル、1キロあたり100ベクレルはこの事故が起こる前、東電原発事故が起こる前は放射性廃棄物として厳重に黄色いドラム缶の中に入れて厳重に管理されていなければならなかったものなんです。それをこの国は国民全員に対して100ベクレルまで安全だと言って食べさせているこの狂気、日本全国中で内部被曝を進行させているこの状況、メディアで
テレビで新聞でこの1キロあたり100ベクレルが放射性廃棄物と説明をしてくれたメディアはあったでしょうか。インターネットメディアしかなかったんじゃないですか。草の根と一部のインターネットメディアしかもう残されていない。真実の報道はその中にしかない。だからこそこの報道ヘリの会というものが誕生したわけです。今明治公園に集まっているまだ日本を諦めない、そしてこの犠牲のシステムを改めようじゃないかという両親の塊のような人々が今明治公園に集まっています。そして横断幕がありますね。なんて書いてあるんでしょうか。原発はいらない。たくさんの横断幕がヘリに向かって今皆さんが示してくれています。子供を逃がせ、原発をやめろ、そのような横断幕が確認できています。双眼鏡で見る限り、子供を逃がせ、この国が逃がすわけがありません。子供は未来である、未来と直結している、当たり前のことです。でもこの国が与えたことは何なのか。子供たちに対して年間20ミリも被曝限度を引き上げた。それまで国際基準だった年間1ミリシーベルトだったこの被曝限度を20ミリまで自国を引き上げた。20ミリシーベルトまで引き上げたこの狂った国、もう国っていう体ではもうないかもしれません。政府というものはもうすでに存在しないのかもしれない。大資本に飲み込まれた、大資本の奴隷となった、自分の地位を守ろうとする、どうしようもないこの国を売り飛ばす、この国に住む人々の命を売り飛ばす、そんな輩が今国会という場所で国というふりをし続ける、政府というふりをし続けて我々の命を売り飛ばそうとしている。それが今の日本かもしれません。そんな国だったらもういらない。そんな政府だったら存在する意味がない。選挙って一体何だ？一体誰を選ぶ選挙だったんだ？選挙の時だけ耳心地のいいことを言う。原発は廃炉にしましょうね。そして TPP はもう TPP には反対しますよ。そのようなことを言っていた自民党。自民党、そして公明党、維新。みんなの党、この人たちの前でしっかりと自分たちの思いを伝えられるのか。いつも高いところから、選挙カーの上から、選挙の時だけお願いしに来て、そして今ここに集まっている明治公園の人々に対して今自分たちのやっていることを胸を張って堂々と主張できるのか。目を見て会話をできるのか。今自分たちがやっていることは本当にこの明治公園の人々の命を守ろうとしていることなのか。決してそのような人々はこの場所には来ないでしょう。そしてこの場所で発言することもできないでしょう。そしてまともにその投げかけられた質問に対して答えを返すこともできないはずです。それはそうだ、アメリカのケツを舐め続け、大資本という企業第一、我々の税金を使って我々市民から搾取した、もう搾取ですよ。我々のために使われない税金ならばもうそれはカツアゲに近いものですよ。もう税金なんて払いたくない。はい、本当に税金を払う価値なんて全くないような政府が今この国を動かしている。
残り5分ほどのフライトになってしまいました。本当に申し訳ありません。数々もう興奮のあまりに取り乱してしまっています。今この市民運動というのは、このイカれる市民、怒りを持った市民、声を上げる市民の集団というのは、ある意味権力にとってもメディアにとっても、そして経済界にとっても脅威なわけです。けれどもこの市民運動を弾圧するようなことがたくさん行われています。その市民運動の先頭に立つと、その市民運動の弾圧の一番分かりやすいケースというのが、大阪の放射性瓦礫焼却に関する市民への弾圧でした。10人以上が逮捕され、そして今もその半分が今も拘留をされ続けている。一般市民が10日間も20日間も1ヶ月も半年も拘留が続けられてしまえば社会復帰は非常に難しい。元いた会社はもちろんクビです。もしも行政に対して、国に対して、既得権益に対して不都合なことを言えば逮捕するぞ、そのような声を上げるやつらは逮捕をするぞ、そのようなことを当たり前のように今行われているわけです。そんなことが富山でも行われています。富山の瓦礫焼却に関して、富山のお母さん方が焼却灰を埋め立てさせないということでトラックの前に立ちはだかった。そのことに対して富山市長が刑事告訴を行うような、あまりにもありえないようなことが起こりました。どういうことなんでしょうか。不都合な声を上げる者たちに対しては逮捕という形を取って弾圧を行う、そのようなことが今ここで行われています。ここ日本で行われています。何が民主国家なのか。声を上げる権利さえも許されない。そして今離れましたか、明治公園、この明治公園で抗議行動が行えるのはこれが最後となりました。今もう集会の自由ということさえも我々は脅かされ始めています。もう集会が行われるような、そのような広場はこの国からはなくなってしまうかもしれません。新宿の東口もそうでした。東口の前の広場も大きな集会ができないような、何かわざわざ作らなくていいものが作られてしまった。そしてこの明治公園もそうです。これぐらいこの規模の大きな集会が行われるのがもう最後です。今年が最後、今回が最後、そのようなことになってしまいました。この国はまともな方向に向かっているのか。今悪の巣窟、霞が関、そして大手町を我々は上空を飛んでいます。経団連は我々消費者の声を聞け、目の前の経団連は一体誰のおかげでそこまで成長ができたのか、経済団体は一体誰のおかげでここまで大きな組織になれたのか、それは最大勢力である消費者のおかげである。その消費者の利益を無視をして自分たちの旨味だけを追求している。何が TPP だ、ふざけたことを言うな、我々を奴隷化させるような、この日本人から旨味を、この日本人の財産を全て吸い尽くすような、この TPP に参加するこの経団連、商売を始めた頃に立ち返れ。一番最初に屋台を引いていた自分を思い出せ。一番最初に個人商店から始まった自分を思い出せ。先代の思いを引き継げ。今あなたたちがやっていることは本当にお客様の、消費者たちのためになっているのか。ひいてはそれが自分たちの社員の利益を守ることになっているのか。よく考えろ。持続可能な商売をしていただきたい。そのような当たり前なこともわざわざどうしてこんな風に言わなきゃいけないのか。今悪の巣窟、読売新聞横を撮っています。原発推進の機関紙である読売新聞、どうもご苦労様です。その読売新聞の中にも心ある記者はいらっしゃいます。
読売新聞の記者の皆さん、すべて一括りにして申し訳がない。でも分かっています。読売新聞の記者の中にも良心のある方がいらっしゃることは分かっている。あなたが書く一行が、あなたが書く一文が、まだ気づけてない人たちに対しての気づきになることを祈っています。どうか力を合わせましょう。ありがとう。そしてスカイツリー、このような巨大な建造物が一体どんな意味を持つのか。我々市民のメディアに対する電波の開放はされないのに、どうしてわざわざこのようなものを建てる必要があったのか。一部の利権集団に対して優しい、我々の税金を使った無駄遣いをばらまきを象徴するようなこのスカイツリー、この電波を使って一体どんな有益な情報が流されるのか。マスコミ、報道、メディア、一括りにはできないのを分かっている。本当にその巨大な既得権益の中で一体どんな偏向報道を続けていくつもりなのか。人々が健康に暮らせなくなったその中で一体どんな情報を流す未来があるというのか。今力を合わせる時だ、一つになる時だ。今メディアと一括りにしてしまったことにお詫びを申し上げたい。このメディアの中に働く人々の中にも、今真実を伝える隙間を探している人がいるはずです。1秒でも5秒でも10秒でも、あなたの良心を滑り込ませられるような、そんなコメントを、映像を挟み込んでもらえませんか。一緒に戦いましょう。大きな組織で声を上げることは大変なのはよくわかる。そしてスポンサーが元となるその中で声を上げるのは大変だということはよくわかる。でも今ここで声を上げなければ、そのような1秒でも10秒でも一つのコメントでも滑り込ませるようなことが、滑り込ませる勇気を持つことができなければもう終わりです。今現在一つにならなければいけない時、これが 3.11 から2年経っての変わらずぶれないみんなの気持ちだと思います。報道によって、そして報道によって今訴えられているのはアジア間の緊張である。アジア間の緊張、これを煽って得をするのは一体誰なのか。アジア間の緊張を煽って得をするのは、そこで武器を買わせる、そして基地を維持する、そしてあわよくば戦争にまで発展をさせて美味しい思いをするのは軍事産業だけだ。そしてそれによって一番最初に被害を負うのは誰だ。一番この社会で弱い者たちである子どもたち、若者、ニート、そのような人たちがまず最初に戦場に連れて行かれるわけです。家の中で安倍政権万歳、家の中でアジア、中国なんてクソくらいだ、韓国なんてクソくらいだ、そのような暴言を吐いている人たち、そのような人たちがまず最初に戦場に駆り出され、そして福島の東電原発の収束作業にまず最初に駆り出されるわけです。皮肉な話です。自分たちが応援していた相手が自分たちの首を今真綿で締め始めているということに気づけない。今もう一度目を覚まそう。そして一つになろう。アジアは一つだ。遠く太平洋を挟んで遠く離れたアメリカのケツを舐め続けて一体何の得があるんだ。一部の資本家の利益を支え続けてどうするんだ。これからはアジアが一つになろう。大きな力になろう。そうなるしかこの先は乗り切っていけないわけです。フランスのマリ攻撃を見ても分かる通り、今先進国と言われる国々は弱い国々を搾取し続けようとしている。
その中に今日本も食い込まれているわけです。大資本の餌食になるのか、それとも本当の意味での日本を取り戻すのか。今国民、そしてこの国に住む人々一人一人の今気づきが求められている時だと思います。すいません、今ヘリポートにヘリは帰ってきました。1時間喋りっぱなしでもうほとんど脳に酸素が残っていません。本当に申し訳ない。何を喋っているのかわからないというような状況もあったかと思われます。一市民としての声を今マイクを通して皆さんにお届けしました。申し訳がございません。聞き苦しいとこもあったと思われます。これぐらいのテンションでおそらく明治公園に集まった人々声を上げられていることと思います。そしてこの 3.11 を忘れない、地震、津波で数々のものを失った人々、そして未だ心の傷を負った人々、何一つケアされていないじゃないか。地震津波による両親を失った孤児、遺児、そこに対する心のケアされているのか。そして原発震災で家族がバラバラになり、心のケアが必要としている子どもたちは、お母さんは、大人たちはしっかりとしたメンタルケアされているのか。すべてはほったらかしのまま、目の前の金を稼ぐことにいっぱいの政府はそんなことにまでしっかりとしてケアをされていない。今見つめ直すことがたくさんあるはずです。今ヘリポートに到着しました。新しい報道ヘリの会、今回も皆様の寄付金でこのような収録することができました。ありがとうございます。現実を映すことができました。ありがとうございます。今管制塔からの指示待ちです。ヘリですか。ちょっと後で確認してみます、どこのヘリなのか。あ、山本さん、はい、ちょっと上空から見た、感想っていうのいただけますか、一言。カメラマンの山本さんにコメントいただきたいと思います。いや、正直に言っちゃっていいんですか。正直に言ってください。私が期待してたほどの集まりは見えなかったように感じたのが正直なところ、ちょっと残念です。しかし明日3月10日もまた大きな脱原発大集会、抗議行動がありますから、その意味では2日間トータルで一体どのくらいの人が集まるのか、これが楽しみだと思いますね。はい、ありがとうございます。確かにそうですね、2連チャン、2日連チャンぶっ通しでもですからね、まあ、人数が分かれてしまったのか何なのかよく分かりませんけれども、そうですね、キャプテン、はい、今ちょっとお話伺っていいですか。はい、上空から見た感じ、どんな感想をお持ちになりましたか。私は結構集まってるじゃ、あまりそういう現場を細かく見たことがないもんですから、多くの人が集まってるなという感じはしましたけど、です。ありがとうございます。
まあ、はっきり言って、まあ、今までの、ね、6万人、10万人、20万人、分からないです、そういうような今までの動きから比べてしまうと、物足りなさというものは感じると思うんですけれども、あれだけの人数集まっていれば、報道されないはずがないですよね、普通から考えて。おそらく報道はされない可能性の方が高いです。だからこそ我々報道ヘリの会が取材したわけですよね。アワープラネット TV、普段から、たくさん有益な情報を流してくれています、その白石さんが、今回 VTR を回してくれたんですけど、ビデオ取材してくれたんですけれども、感想いただいていいですか。ちょっと僕させてもらっていいですか。自分で持ちます。今日なんかすごい過去なんで、じゃあこれを外します。はい、そのまま回していただければ。はい、私は上から集会を見るのは去年の7月29日以来なんですけれども、まあ、昼間にああいう形で集まっているのを一つの場所に凝縮してみるのは初めて で、確かに山本さんがおっしゃった通りに、去年 の7月16日などの数に比べればまあ少ないのかなとは思ったんですけど、でも逆に考えると311より前なんてそんなこと絶対なかったんですよ。私たちずっと昔からいろんなデモをたくさん撮ってますけれども、311の前って1万人集まるっていうだけで大騒ぎっていうぐらいに、たくさんのなんていうかな、まあもう本当に、なのに今はもう当たり前に3万人とか5万人とか集まるわけですよね。なんかそれを改めて感じていて、2年という時間で、しかも2日連チャンであるという中でも、まあ今日ああいう形で集まって明日も集まるっていうことに関しては有意義だし、こういうふうに報道をね、皆さんと一緒に皆さんの力でできるっていうのは本当にこうなんていうかやりがいがあるというか、私たちのやるべきことだなという気はしています。山本さんも1時間本当にお疲れ様でした。すごい大変だったなと。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。アワープラネット TV はあれですか、寄付とか受け付けてますか。寄付とか受け付けてる。はい、受け付けてます。ありがとうございます。正しい報道ヘリの会もそうなんですけれども、アワープラネット TV も IWJ も皆様からのご寄付で成り立っています。ぜひ、この真実を流し続けるメディア、アワープラネット TV、皆様ぜひ温かいご支援よろしくお願いします。山本太郎でした。はい、ありがとうございました。